それでは参りましょう、はい、第1期往来戦ベスト8邸宅1回戦後輩の開始です。まだピンズ出てきてなかった。そうですね、ピンズを1個も切って、どっちを切ればいいのかっていうのを一緒に考えていきましょう。はい、いい街を作ろうと思うと基本を5ブロックにしていくのがいいんです、うん、ああなるほど。じゃあ次は4回戦との一曲、はい、純ちゃんこだわりすぎってやついきましょう、はいはい、これも4回戦との一曲なんで、はい、始まるまでに3回戦が終わった段階でのポイントをこうまとめていくことが大事なんで、はい、書いていきたいと思います、まず夏目さんを逆転することが中田さんの決勝への条件で、はい、うん、着順で10ポイント差がつくので2着順差はもう OK って思います、うん、はい、普通は。で1着順差、まあ自分が2着で、夏目さんが3着だった時っていうのは11,600点の差をつけなきゃいけないよっていうとこなので、うん、まあこれがもう最大の条件として考えなきゃいけないとこです、うん。これも4回戦との1曲なんで、はい、ベースはいつも通りローンして5200、はい、ツモで2400っていう手を目指すことを考えていきたいです、はい、となると最初の純ちゃんこだわりすぎってあったけど、はい、こだわっても OK な局面とは言えるんですよね、はい、それなりの打点の手が欲しいから、はいはい、さあハイパイ、うん、今これ指で隠れちゃってますけど、はい、一番右のツモは小さそうで、はい、さあこのハイパイを見てどうですか、はい、ハイパイの感想としては、純ちゃんが、まあ、濃厚だなっていう、うん、はいはい、感じで難しいかもしれないけど、まあ、純ちゃんに行くだろう、うん、まあ、受け入れは狭いけれども、はい、純ちゃんは狙えると、うん、現段階では純ちゃんというのは、うん、狙えるし、狙いたいところです、うん、でね、最大の分岐点が3巡目にやってきます、はい、まあ、これでね、3色も狙えるようになって、うん、ここはね、やっぱりね、はい、3ピンイーペイコーの候補だから、うん、パーマを切っても良かったかなと思います。さあ、ここ、はい、ここから考えていきましょう、はいはい、打たないかもしれないですからね。さあ、どうなるか、はい、さあ、パーマンを持ってきて、はい、何を切ればいいんだっていうとこなんですけど、はい、こういう何切るかで困った時は、はい、ブロックを考えてあげることが大事です。ブロックを整理するとこれが1つ目、2つ目、こんな感じです、はい、今手の内に余剰牌は1個もなくて、全ての牌がブロックを構成しているものです、はい、で、麻雀は4面ツ1ジャンと5ブロックが必要で、今ブロックは1個オーバーしているので、うん、どれか1個削っていきたいんですよね、うん、ブロックを。じゃあ何を切ればいいのっていうふうに考えていきます、はい、この中で一番偉いブロックどれですか。は1、あ、ピンズの 1,2,3、 はい、これが1位です、はい、1位。2位のブロックはどれですか。2位のブロックは4の、あ、両面ターツが2位のブロックです。じゃあ3位のブロックはどれでしょう。丸6の完璧ピンズ、はい、こんな順位で今ブロックが偉いんで、はい、もしこれがオーラス、うん、1000点上がれば優勝ですっていう状況だったらこれ切りになるかもしれない、はいはい、まあでも地位できる分とかあるからちょっと難しいんですけど、はいはい、これを切るのが形としては自然です、うんうんうん、でも今回は
ロンで 5-2 積もって2戦4戦がやっぱりメインで狙うとこだから、うんこれとこれと、うん、まあこれはメンツだから切るわけないけど、うん、これは3色の種だから切るわけないですよね、はい、うん、でじゃあ2番か4番か6番のどれかを切らなければいけない、うん、でどう考えても4番のこいつは両面だから切るわけないんで、うん、これも切るわけない、うん、なので、はい、今切るべき牌の候補はパーマンか、うん、チーピンか、うん、キューピンの3択になります、はい、さあさらに、はい、この3つのうち、うん、まあこれは切らないよねっていうのが1個あるんで初心に戻って、はい、この曲の、はい、狙う役なんでしたっけ？じゅんちゃんです。じゅんちゃん。ということは？キューピン？うん、キューピン切っちゃうと、はい、じゅんちゃんがもう諦めてるもう同然になりますよね。うんうんうん、今はジャントーがパーマンかチーピンのどっちかがジャントーになりそうだなっていうとこだけど、なんか切って、キューピン持ってきて、この4枚を全部切ると、3万3層9層キューピンの4枚で、じゅんちゃん3色の出来上がりなんで、まあ、キューピンは狙いから外れちゃうんで切らないです、うん、はい、なのでパーマンとチーピンがこの手で切るべき牌の候補なんですよ、はいはい、さあどっちを切ればいいのかっていうのを一緒に考えていきましょう、はい、最大のポイントはチーピンを切ると6ブロックのままなんですよ、チーピン切りは6ブロックなんです、はい、でパーマンを切ると5ブロックにできるし、はい、って言ったらこの5ブロックなんですよ、はい、で5ブロックと6ブロック、はい、どっちが大切なのっていうのを考えていくんですけど、5ブロックのいいとこっていうのは、はい、ざっと言うとこんな風にチーピンでもメンツだし、はい、パーピンでもメンツだしっていうように、はい、あのパーツを厚く持てるとこが5ブロックのいいとこです、はい、で6ブロックのいいとこっていうのは、はい、先にパーピン引いた時にこう選べますよっていうのが6ブロックのいいとこなんです、はい、後継の天牌組むのがいいですよって、はい、後継って何？両面ですっていうのやったじゃないですか、うんうん、はいはい、で両面にするにはどうしたらいいの？で何でしたっけ、はい、は完全イーシャンテンにする。あ、そう、完全イーシャンテンですよね。完全イーシャンテンっていうのは何ブロックですか？は、5ブロック。5ブロックなんです、はい、なのでいい街を作ろうと思うと、はい、基本5ブロックにしていくのがいいんです、うん、なので今回は、はい、こっち切りがおすすめです、はい、こう切ります、はい、次にキューピン持ってきました、はい、そしたらもう一回パーマン切ります、うん、なんか持ってきました、はい、チーピン切りますって言ったら自然と順ちゃんに渡ることもできるので、うんうん、実は上がりやすさもパーマンな上に、うん、打点のメリットも今回こっちの方が上なんですよ、うんうん、なのでこの曲、うん、この手は今の理由でパーマンを切ってあげるっていうのが良かったです。はい、順ちゃん狙いすぎっていう、はい、疑問に答えると、はい、全然狙いすぎてなくて、はい、むしろ狙った方がいいんで、はい、その作戦自体は成功です、はいはい、ただそのどういう切り順で順ちゃんを狙うのかっていうのを、はい、もっともっと勉強してって、うん、はい、うん、うまくやっていけたらいいなって思いました、はい、大丈夫そうですか、はい、この曲は大丈夫です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。打たないと勝ちですね。さあどうなるか、はい、わあ、はい、ここは3層中田の上がりになります。リーチ3色、裏1枚も大きいぞ。乗らない。2層積もだ。リーズもドラドラ、裏ドラも。はい、ということで今日はいろいろ振り返っていったんですけれども、今後もあのジャンソーカフェの方のお話とかもいろいろしていきたいと思いますので、また次回も見てください。ありがとうございました。またね。いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
様。チャンネル登録よろしくお願いします。